皆さんこんにちは。今日は新潟県の上越市にやってまいりました。こちらの上越市は新潟県の南西部に位置しておりまして、新潟県内では新潟市、長岡市に次いで第3位の人口を持っておりまして、現在の人口は約19万人でございます。本当に大きな町。こちらの上越市は1971年に城下町でございます、ここ高田と沿岸の港町であります直江津が合併してできた町。合併時時点の人口は高田市が約 7.5 万人、直江津市が約 4.5 万人おりました。まあそんな感じで新潟県内の大きな2つの町が合併した町でございますので、人口の規模はこのようにとても大きく、現在おります高田市内、旧高田市内は先ほども申した通り城下町、こちらの方には高田城址がございます。こちらは三階櫓で有名。いやー、こちらの高田本当に歴史がございまして、雪国仕様の雁木造りのアーケードや昔の町並み、それに善光寺街道や奥州街道、久我街道、北国街道が通っておりまして、昔から交通の要衝。いやー楽しみです。なんか地図見てるだけでも本当に、いやこんなに観光名所がある町なかなかございません。江戸の建物だけではなくて、こんな感じで明治のそのような時代のものも結構残っております。こちらは昔の旧第四銀行高田支店。この辺りは越後高田呉服町と言いまして、昔からの繁華街、現在もこのような感じでとても大きなアーケードが連なっております。街の中にはなかなか風情のある川が何本も通っておりまして、この景色もなかなか見事。この高田市にございます高田城の周辺には川がたくさんございまして、景観がいいのはもちろんのこと、防御面のことも考えてこのような立地にお城を築いた、そのようなことが考えられます。いやしかしこの辺も本当に雰囲気が良い、一見して昔からの歓楽街でございますけれども、なんと言いますか、けばけばしさとともに昔の情緒を感じさせるような素晴らしい景観。こちらにありますアーケードのような屋根、雪国に行きますとよくありますけれども雁木造りと言います。この高田の町には総延長16キロもののこのような雁木造りの通りが見られることでも知られております。そして何やら少し変わった駅舎が見えてまいりました。こちらが高田駅、第三セクターの会社でございます越後ときめき鉄道の高田駅でございまして、もちろんこの旧高田市街の中心的な駅、この高田駅のロータリー広場の外周が全てこんな感じで雁木造りになっておりまして、この特色を街全体で押し出していこう、そのような心意気が感じられます。こういうの本当珍しいですね。なんかいやー駅前広場本当に立派、これはすごいな、初めて見ましたこんなものは。こちらの駅が開業いたしましたのは明治の19年1886年でございまして、現在の1日の平均乗車人員は約1900人。まあこんな感じのデザインでございますけども、もちろん城下町をイメージしておりまして、それとともに駅の正面部には東京駅の丸の内駅舎のイメージのデザインも取り入れられております。この辺りがそうでしょう。いやしかしこの上越市、歴史的に見て古代からかなり栄えていた場所でございまして、律令の時代には越後の国の国府が置かれ、戦国時代にはあの有名な上杉謙信の居城春日山城がございました。そして江戸の時代になりますとこれから参ります高田城、そこに藩庁を置いておりました高田藩の城下町として栄えておりました。
まあこの高田駅がある高田という場所は江戸の時代に入ってから1614年に高田城が築かれてからの町、まあまあ新しいというそういうことでございます。いやー、しかし町の至る所に本当に雁木造りの通りがたくさんございます。これは本当にびっくりする光景、これを見るだけでも高田に来る価値がございます。どうやらこちらの通りが善光寺街道、そしていよいよやっと昔の高田城にやってまいりました。こちらは高田城公園。昔のお城の堀には現在このように蓮が咲いております。いやー、本当に蓮が見頃でございまして、たくさんの方がカメラのシャッターを切っております。いやー、こんな感じで真ん中には赤い橋もありまして、なかなか風光明媚。ちょうどピンク色の花が咲いております。いやー、そしてこのピンクと緑と空の青、本当に美しい光景。いやー、いいですね、本当にこんな感じでございます。こちらの高田城は慶長19年1614年に松平忠輝の居城として築城されたものでございまして、石垣や天守閣はなく御殿を中心に広大な城郭で構成されております平城でございます。築城は幕府の命によります天下武神でございまして、仙台藩主伊達政宗ら13大名によって行われまして、この周辺を流れておりました川の3つの流路を変えまして、天然の地形を効果的に利用しました、そのようなお城でございます。そしてどうやらこちらの外堀にあります蓮は明治の初年に農業用に植えられたそうでございます。そしてこちらは内堀でございまして、こちらはしっかりと残っております。外堀は明治になりますとこの高田城に大日本帝国陸軍が駐屯しまして、外堀は大半が埋められてしまいました。そして目の前に見えておりますのがこの高田城のシンボル、三階櫓、三重櫓でございます。まあこちらは天守ではございませんけども、このお城のシンボル、いやー立派立派、いやーとてもいい風景でございまして、いやー素晴らしい眺め、こんな感じでございます。そして少し移動してまいりまして、上越市のもう一つの中心的な町、直江津へやってまいりました。こちらの直江津は昔からの交通の要衝でございまして、目の前にあります直江津駅も国鉄の時代から長らく在来線の拠点駅として機能しておりました。いやー、直江津駅はなかなか大きくて線の数もかなりたくさんございます。いやー、さすがは交通の要衝、いやー結構大きな駅ですよ本当に。先ほどまでおりました高田市街がこちらでございまして、少し北に行きますと昔の上杉謙信の居城春日山城跡、そこから北東に参りますと現在の直江津でございます。もう日本海でございます。こんな感じなんですね。なんかこちらの直江津には律令時代には越後の国の国府と国分寺、また浄土真宗の開祖親鸞が拝礼された地としても知られておりまして、近代においては鉄道と海上交通の双方において要衝の地を占めていた町でございました。いやー、この直江津も古くからの町並みが広がっておりまして、道の両側にはこんな感じで雁木造りのアーケードもございます。
いや、町の中心部かなり車通りもございまして、なかなか現在も栄えております。そして直江津の発展を支えました直江津港へやってまいりました。こちらは佐渡島へ渡れます佐渡汽船乗り場。こんな感じで大きなフェリーが止まっております。そして目の前には日本海が見えております。いやー、いいですね。本当にはるばる来たそのような感じがいたしますけれど、いやー素晴らしい。直江津港もなかなか大きな港。こちらにあるのは石油タンクでしょうか。こんな感じになっております。